皆さん、どうも、お久しぶりです。やっと夏らしくなりましたね。先日は5月に話した張り子の成長ぶりにびっくりしましたが、今回はなんと一次選別をしないかとお誘いいただいたので行ってきました。先日はどうも。選別するか。おう。ということで、車を走らせ15分、先日行った野池へ。池のボスは早いですね。準備 OK っぽいですよ。さあ、早速作業に取り掛かりましょう。なかなか深い。初心者は網を出す作業から学ぶんです。大事なことですよ。なんだか生産者みたいでかっこいいですね。まるでプロのようです。まあそこで一回転んだのも絵になるけどね。そうですね、期待しています。もうちょっとだったのに。残念。空気読んでくださいよ。前
部は入らないよ。でも2回ぐらい効くんでしょ。いやいやいや、1回だからいいのは別に残ってもいい。入るでしょ。全編み。ギラギラすっげーギラギラしこれもかわいい、あ、かわいいギラギラ、すごいかわいいね、まだらっこあ、普通じゃないもんね、ないもんな、うん、いいやつに限って取りっぽいんだよ。尻尾に赤入ってないかな。
わ。What's up?